アリー、スター誕生サウンドトラックは2018年の同名のミュージカル映画のサウンドトラックアルバムであり、その出演者であるレディ・ー・ガガとブラッドリー・クーパーが歌った。2018年10月8日にインタースコープ、レコードより発売された。ガガとクーパーは映画にクーパーのキャラクターのバンドのメンバーとしても出演しているルーカス・ネルソンを含むカントリーミュージシャンと協力して、 サウンドトラックアルバムを作り上げた。またポップ志向の曲は、ガガとの常連コラボレーターである DJ ホワイト・シャドウが貢献した。この他には、ジェイソン・イズベル、マーク・ロンソン、ダイアン・ウォーレン、マイク・スノーのアンドリュー・ワイヤットが参加した。商業的に成功し、オーストラリア、カナダ、クロアチア、チェコ、エストニア、ギリシャ、アイルランド、ニュージーランド、ノルウェー、 スコットランド、スロバキア、スウェーデン、スイス、英国、米国で1位を獲得した。2015年3月、ワーナーブラザースは1937年のスター誕生から4度目の映画化企画で、ブラッドリー・クーパーを監督デビューさせる交渉を行った。2016年8月に、レディー・ガガが公式に加わり、翌2017年初頭に、スタジオはプロジェクトに許可を出した。 クーパーが演じるジャクソン・メインはベテランのカントリー歌手であり、ガガが演じるアリーというシンガーソングライターと恋に落ちるという役どころである。ガガはミュージシャンとしての演技をするクーパーを助けた。クーパーは映画の準備に2年半を費やし、彼のキャラクターがどのようなミュージシャンなのかを判断した。彼は多くのミュージシャンやボーカルコーチのロジャー・ラブと共に働いた。 曲が録音されたエレクトリックレディスタジオ。クーパーはサウンドトラックを物語のように進化すると説明した。ガガとクーパーは撮影しながらサウンドトラックの曲を書いたので曲ごとの大きく異なる具現化へとつながった。クーパーはさらに音楽が本当に映画の中のキャラクターになった。映画のどこにもその中の人物がやっていることや公開していることと、 全く関係がない歌詞が存在しない。それは私たちの発射台であり、的確な場所にどんな曲が入っているかを発見することだったと述べた。ジェイソン・イズベルは、クーパーのキャラクターのために曲を書き、音楽を多く生み出す件となった。イズベルは、ナッシュビルを拠点とするプロデューサーのデーブ・コブを通じて、クーパーに協力した。クーパーは2016年10月にデザートトリップで、 ルーカス・ネルソンのパフォーマンスを見た後に近づき、映画の音楽コンサルタントとしての仕事を依頼した。ネルソンは映画のために曲を書いて騙されたと思って、それらをプロデューサーに送って、彼らはそれを気に入ってくれた。そして、レディー・ガガが来て、彼女に会って、私たちは意気投合した。私たちは良い友人同士となって、一緒に曲を作り始めたと述べた。 ガガは2017年に発売されたネルソンのセルフタイトルアルバムのうちにトラックにバッキングボーカルを提供した。ネルソンと彼のバンドのルーカス・ネルソンプロミス・オブ・ザ・リアルはクーパーのバッキングバンドとして映画に登場した。ガガは自身の前作ジョアンでも協力したプロデューサーのマーク・ロンソンとソングライターのヒラリー・リンジーと再度働いた。ガガは 自身のキャラクターのアリーによるポップ志向の曲の多くで常連コラボレーターの DJ ホワイトシャドウと共同した。アルバムの曲の多くはガガの希望によりセットでライブで録音された。サウンドトラックのトラックリストと発売日は2018年8月30日に発表された。インタースコープレコードはアルバムは幅広い音楽スタイルの19曲と15の ダイアロングトラックの構成であり、映画を鑑賞しているように体感させると呟いた。楽曲、シャロー、アリー、スター誕生愛の歌が9月27日に、アルバムのリードシングルとして発売された。2018年11月24日、続いて、Always Remember Us This Way 二人を忘れないが、シングルとして発売された。サウンドトラックは批評家からおむね肯定的な。 反応を受けた。主流の出版物のレビューを100点満点で標準化して評価を割り出すメタクレッティックでは7件のレビューに基づいて78点を示した。ワシントンポストはサウンドトラックをコツ星級の傑作と評しグラミー賞受賞の可能性があると褒めたたえた。ガーディアンのベン・ビューモント・トーマスはブラッドリー・クーパーが歌い演じ そして監督できることを示したと述べた上で、それは壮大なピアノバラードややるせないデュエットなど、各トラックを高めるレディー・ガガのポップな才能だと評した。スティーブントマス・アール・ワインは、オールミュージックで、すべての曲がナレーション的で、そしてそれ自身で意味を成し合っているので、うまく噛み合い、一流のサウンドトラックとなっていると評したが、アルバムに含まれるダイアローグについては批判した。 ローリングストーンのブルターニュスパノスはサウンドトラックに5つ星満点で4つ星を与えガガの音楽はアリーのキャリアの中のこの広がりを描くのを助け叙情的なことなく豪華でロマンチックでそして強力だと評した NME のニック・ライリーはアルバムの運命的なロマンスのハートフルな物語に完全に適した感情的な曲を褒めたたえ近年で 最高のハリウッドのサウンドトラックの一つと評した。デイリー・テレグラフのニール・マコーミックはアルバムにおおむね好意的でサウンドトラックを楽しめると評したが、その上でロックバラードから先白なポップへのややぎこちない旅を批判し、サウンドトラックがギアをモダンポップにシフトさせるにつれて変な食い違いがあると述べた。スラントマガジンのジェレミー・ウィノグラドはアルバムに批判的であり、ありいい。 スター誕生の中核をなす強力な10曲が確かにあるが、より大きな地に足がついたパフォーマンスに影響を与えられた大きなセンスが表現されている映画とは異なり、体現総合を正当化するための十分なものではないと書いた。アリー、スター誕生は発売初週に米国のビルボード200で1位となり、23万戦、アルバム相当谷。 実売で16万2000枚を記録した。これは過去3年以内に発売されたサウンドトラックの初動記録としては最高であり、ガガのとっては5枚目の米国1位アルバムとなった。また、これでガガはテイラー・スウィフトを抜いて2010年代に最も多くアルバムチャート1位を獲得した女性アーティストとなった。実売のほかアリー スター誕生はストリーム相当単位で3万7千、トラック相当単位で3万2千を記録した。サウンドトラックは2週目24万3千、相当単位を記録し、ガガにとっては、ボーン、ディスウェイ以来となる2週連続1位となった。3週目は10万9千相当単位を売り上げ、ハイスクールミュージカルに以来となる3週連続1位を獲得した、サウンドトラックとなった。 またガガにとっては、初の3週連続1位獲得アルバムであった。4週目は、アンドレア・ボチェッギの、エス・キミに捧げる愛の歌に敗れて2位となった。カナディアンアルバムチャートでは1万8000相当単位を記録して1位となった。ガガにとっては、同国で3枚目の1位獲得アルバムであり、ボーン・ディスウェイ以来のことであった。2週目も1万2000相当単位を記録して、 アルバムチャート連続1位となった。3週目は11%増加した14000相当単位を記録して3週連続1位を獲得した。米国同様、ガガにとってカナダで最も長く1位を獲得したアルバムとなった。4週目も12000相当単位を売り上げて1位を獲得したが、これによりカナダではアナと雪の女王以来となる4週連続1位獲得の サウンドトラックとなった。5週目は12%減の1万500、相当単位を売り上げて1位となった。アリー、スター誕生は、英国では、21パイロッツの5枚目のスタジオアルバム、トレンチと共用し、ミッドウィークチャートでは、後者が1位となった。ミュージックウィークのアラン・ジョーンズによると、最後の追い上げにより、全英アルバムチャートで1位を獲得し、 売り上げは3万1816枚を記録した。ガガにとっては英国では4枚目の1位、獲得アルバムであり、アートポップ以来のこととなった。翌週は2万4732相当単位を売り上げたが、ジェスグリーンの a l l w a y ズ・ in Between に敗れて2位に後退した。11月1日の週は2万4982枚を売り上げて1位を奪還した。同週には、 シャロー、アリー、スター誕生愛の歌も、全英シングルチャートで1位を獲得し、ガガとクーパーにとっては初、ガガ個人では3度目となる、全英チャート同時1位達成となった。アイルランドとスコットランドでも初登場1位であった。ガガにとってはアイルランドで3枚目の1位、獲得であった。アイルランドでは3週連続で1位となった。フランスでは8万7千枚を売り上げて、 スネップアルバムチャートで初登場7位。翌週も8000枚を売り上げて同順位をとなった。4週目は7500枚を売り上げて5位に浮上した。オースティンのアリアアルバムチャートでは初登場3位となった。ガガにとって7枚目の同国トップ10入りアルバムであり、また6枚目となるトップ3入りアルバムであった。2週後には1位に浮上し、ガガにとってはザ・モンスター・ボーン。 ディスウェイ以来3枚目となるオーストラリアでの1位獲得アルバムとなった。その後は5週連続で1位を獲得した。ニュージーランドアルバムチャートでは初登場6位となり2週後に1位に達した。微光、ありがとうございます。